私が目を覚ました時には、そこには一面マグマが広がっておりました。あたり一面マグマ？なんだ、マグマか。別に驚くことなんて何一つないやで。こいつら、マグマに対しての耐性が強すぎる。お願いだからもうちょっと驚いてほしいんですが。もう仕方ないわね。何よこのヤバすぎる状況は。村が燃えてるやでー。プフ、こんなことに取り乱しちゃって、マジウケるんですけどプフ。ちょっとめめ、こいつマグマに入れるの手伝ってくれる？もちろんやで当たり前やで。で、冗談はさておきですね。家が燃え尽きる前に素材を回収してないといけないんですよ。そうか、スーパーフラットは村ぐらいにしか素材がないのか。いや終わってね。まあ簡単に言えば、終わってるね。こんな世界で生きる方法があるのか。その謎を今回は解き明かしていきたいのです。なんだこれ、なんで溶岩と水が仲良くし、溶岩と水が喧嘩しちゃったー。人に見られるまでは裏でこっそりイチャイチャしてたんやで。実はすっごい仲がいいんだけど、ビジネス上の関係で仲が悪いようにしてた？溶岩と水にそんな関係があったなんて、それより、家のチェストを優先した方が良くない？確かにそうだな。うっそう大量に食料が入ってるじゃないですか。後で村人たちと分け合おう。そうね、生き残ってたら分け合おうね。絶対分ける気ないやで。燃えてたって俺は木材集めをやめねえぜ。これが生きると今まって溶岩に体が。せっかく集めた食料が。え？生き返った時、僕の体は溶岩に浸っていた、っていうタイトルで本を売り出そうと思ってるんだけどどうかな？ナロー系の最強主人公じゃない限りその状況は抜け出せないね。つまり却下。却下かぁ。てかこれ、積んでるやで。積んだ。こっからどうしようかなぁ。この村にこれ以上いたところでね。あ、村人。そんなところで何を？かわいそうなことになってるやで。まあ、人生いろいろあると思いますけど、頑張って生きていきましょうよ。今日この日までは何事もなく生きられてたのに、誰かさんの気まぐれでこんなことに。ちょっとは助ける意思を見せたらどうなんやで。めめ、あの村人の食料はやし、狩猟を専門とする仕事。羊だって何匹と買ってきてるんだぜ。なんだとやで。助けなくて正解やでそんなやつ。どんな状況だとしてもあのアイテムさえあればなんとかなる。でもアベル、持ってないよね。ああ、苗木は持ってないね。てか早々に木が燃え尽きたから無理だよね。つまり、この村ではもう苗木はゲットできない。積んだやで。待て判断が早い。この村にないっつうことはよ。別の村に探しに行けばいいだけの話だろ。いや、確かにそうだけど、どうやって別の村を探すのよ。それはまあ、ある方法を使います。ある方法？まず、村の警備を朝昼晩休むことなくしてくれてるゴーレムに喧嘩を売ります。最低だな。レディーファイトやで。こんな次の日には燃え尽きてる村に警備員などいらんのじゃ。てか何よりも鉄が欲しい。鉄をもらうために仕方なくやってるからね。まあ、私は見てるだけだから悪くないか。批判はアベルってことやで。なあ俺たち仲間だよな。よし、5つも鉄を落としてくれたぜ。ゴーレムさんに感謝をしながらバケツを作ります。なんか動物めっちゃ生き残ってない？村人よりも生き残ってるけど。羊が4匹ぐらい自然スポーンしてたね。鶏、お前。どうしてそんなことに。きっと地獄のような暑さやで。それじゃあ、この村を出発する前に、羊さんからお肉をいただいていきましょう。おいやめろやでー。ちょっと待って、村を出発するって言った？うん言ったよ。あんた、本当に別の村を探しに行くつもりなのね。苗木がなければこの先生き抜けはしない？もう、それ以外に選択肢はないんだよ。と言いつつ、動物が生きるために必要な俵を取っていく。そこの動物も狩り尽くせば？そこの動物も狩り尽くせば？ちょっとめめさん聞きました？ちょっとアベルさん今のは聞き捨てならないやで。動物の命をなんだと思ってるやで。ねえ。あんまりよねー。どうせここにいても死ぬんだから食料になれ。そうだ食料になれー。そんなわけで、この水バケツを使って、道を開拓しながら別の村を探していきます。なるほど、このための水バケツだったのね。確かにこれなら安全に村を探せるね。それで、村どこ？そんなのわかりません。ひたすらマグマを進んでいく。今はそれだけっすよ。果てしないマグマ旅の始まりやでー。お願い、早く村見つかってー。おっ、あそこに見える影はもしや村見つかっちゃった？いやまだ遠いな。おかしくなるやで。この重々音を聞いてたら頭がおかしくなってくるやで。この音を聞き続けていると頭が良くなります。異様しかなり村に近づいてきたぞ。あ、ちょうど木も見えてるよ。って、木燃えてない？なあにバカなこと言ってるんですか。嘘だろここまで来たのにふざけるな。急いで、もっと急いで、燃え尽きる前に急いでー。あとちょっとなのに。そして村に到着した時には、99% が燃え切った後だったのである。何のためにここまで。よし。
別の村探そか。気は確かか？また数日かけてマグマの上を旅するの？アテネよ、時に耐えることも大切なのだよ。でやら、あそこに見えるのって？やったやった、近くに村がある。いやでも、どうせ村に着く頃にはもう、すべてが燃え尽きた後なんやで。いや、一つ俺に策があるんだ。え、策？描画距離をちょちょいといじりまして、読み込む範囲を狭くしちゃえばいいんでね。ちょっとアベルあんた、それだよそれ、それはさすがに天才の発想よ。答えを導き出しちゃったやで。えへへ、そんなそんな、エジソン並みの天才だなんてそんなそんな。そこまでは言ってねえよ。てなわけで村にたどり着いたんすけど、明らかに燃え方がさっきと違うよね。全然まだ燃え広がってないよ。そこに歩くとか全くの無傷だもん。アベルの策が功を成したってわけやで。へへ、これで無事に苗木がゲットできるぜ。苗木を手にしちまえばもう怖いもんなしよ。水を差すようでゴニョゴニョ、ちょっと言いにくかったんだけどやで。うん、どうかした？言いたいことがあるなら言いなさいよ。多分、村のチェストに苗木入ってるやで。ええ？はぁ？やったぜ、苗木を4本もゲットしちゃった。やったねやったね、これだけあれば十分ね。苗木しか勝たんやで。それで、これからどうするの？ふむ、そうですな。この翼は寒冷土を整地して普通の土にしよう。この土だと苗木も種も植えられないからね。黒曜石、どうにかしたいなぁ。ダイヤツルハシが欲しかったやで。おいおい、なんで諦めたような口ぶりなんだい？二つ目の村に鍛冶屋がありまして。まさかこのチェストの中に？ダイヤちゃんでーす。ダイヤちゃん来たー。贅沢を言えばもう一つ欲しかったというか、なんで入ってねえんだよって感じなんだけど、まあ、こんな世界でもダイヤは手に入るっつうことだ。あれ、村ってめっちゃ優秀じゃない？村の凄さに気づいちゃったやで。村の偉大さに気づいちゃった感じだ。ならば三つ目の村に黒曜石労働通り帰りまして。異質な光景だな。丸石製造機でも作ろうじゃないか。木材オッケー、丸石オッケー、食料も村の畑から確保できる。あれ、もしかして必要なもの全部揃ってる？いかにもタコにもその通り、生き抜くためのアイテムは全て揃ってるぜ。でも、自然広がる光景はもう拝めないやで。自然？何言ってるのよ。このマグマ広がる光景が自然そのものじゃない？あ、アテネ？何を言ってるやで？めめよ、アテネはマグマ郷に染まっちまったんだ。マグマ、綺麗だろ？マグマ、マグマ、綺麗やで。一応ここに畑も作っておこう。なんか、動物も普通に自然スポーンしてない？スーパーフラットだから湧きやすいのかな？すべてが揃った今、このワールドは完全クリアだー。イエーイ。いや、クリア条件曖昧すぎない？アベルがクリアと言ったらクリアらしいやで。なんだ、文句があるのか？クリアっつったらクリア、完全クリアなんです。うんうん、面倒だからそういうことで。